はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。そしたらポケモン一匹縛りプレイブルーバージョンね、続きやっていきたいと思います。余裕っしょって思ってさ、何にも考えずに丹波ジム来たんですけど、まずちゃんと弱点だよねここしかも素早さ遅いからやべえんじゃねえか。まあ行きましょうか。まあ頭突きで、あー無理か、いやマジか、そうだよね。どんくらい受ける？でも思ったより耐えるな。一撃で滅ぼせ。滅ぼす。すさまじいパワー。さすが、なんだっけ ?120 だっけ ?130 だっけ収録値忘れたけど。まあ、やっぱ強いっすね、攻撃力は。あ、そうや、俺前回噛み砕く覚えるみたいなこと言ってたけど、覚えなかったな。覚えると勘違いしてた。勘違いさせられてたな。あと破壊光線があるか。え、もしかしてノーマルタイプで一番攻撃力高い説ある？ワンチャンあるよね。ケンタロスとかの方が高いのかな。だとしたら破壊光線を最大火力で出せるのこいつなの。他にいたっけ？わかんねえな。ノーマルタイプ、カビゴン。カビゴンって攻撃力そんな高かったっけ？120、13位だもんね。ワンチャン1位だよな。破壊光線、本当に破壊できそうで楽しそうだな。覚えさせんのありだけどね。でもあれ8万円ぐらい稼がないといけないからな。あと使いどころあんまないよ。一匹縛りにおいて破壊光線ってクソ弱いからな。ね、反動で一旦ロスるもんね。この辺は一撃なんじゃないの？あとそうだな、もう泥かけいらないね、こんぐらいのパワーがあれば。なくていいか。ここで新技使ってニョロボを倒そうと思っております。甘えるも正直、あ、でも甘えるここまだ使えるか。いや、とか正直あれだね。あ、ひるんだ。甘えると泥かけをやってニョロボンと戦った方がいい気がする。うん。いや、新技って言ったんだけどさ、いや今雷パンチを覚えさせようって思ったんだけど、普通にさ泥かけと甘えるやって頭突きしてた方が安定して勝てるよな。雷パンチ2発で落とせるとも思えないしな。まあ特攻低いからな。まあ低かないけど、やっぱ攻撃高いからね。てか実質そんなにダメージ量変わんないかな、頭突きと。鉄あるよ頭突き。でもまあゴーリキーをちょっと倒せないぐらいだったからな。ホコリザルぐらい倒せんじゃないの。マンキーね。マンキーホコリザル好きすぎるでしょ。甘えるとさ、甘えるな。でも正直ここの丹波ジム終わった後ってもうさ、物理攻撃ってされる機会あんまないんだよな。ほんとバランス悪いよね、物理と特殊の攻撃される量のね、割合。どんぐらいですか攻撃。いや、すごいね。特攻もでも59か。まあ、悪かないのか。いや、悪いか。15レベル。80ぐらいかな、50レベルで。そんなに高くはないね。やっぱ雷パンチはやめとこ。いらねえわ。雷パンチって使う機会あんのか。いや、でももう、噛みつくもそんなにいらないんだよね。噛みつくと泥かけもいらないから。炎のパンチ欲しいんだよな。炎のパンチとシャドボに変えるか。行こう、ゴスロリ。このオコリザルは、あー、睨みつける、よくない。これよくないね。いや、あと、普通にだけど、ニョロボン、ニョロボンは確か押せんだよ。ニョロボンにぐらい素早さ勝ってほしいところ。甘えましょう。強そう。肩幅お化けだね。よし、甘える。この容姿で甘える。あー怖い。あーセーフ。いや、これ勝ったろ。2回甘えりゃ大丈夫よ。まあね、俺グランブルみたいな子でも全然甘えてきたらね、全然腕枕して頭よしよししちゃうけどね。うん、顔見えないしな。最低最悪なこと言った気がする。ええー、まあまあまあ。あー大丈夫ですか。
わ、待って、思ったより受ける。え？ひどいこと言ったから、ひどいこと起きた。負けた。はい。滅多なことは言うもんじゃないですね。腕枕してもよしよししてたら顔見えないとかね。うん。まあでも、ほら。顔をうずめてる時の横顔は可愛いよね、大体。倒しましょう。いいよ、オッケー。そして、いや、とか普通にだけどさ、あのピンポイントで当たった、いや、まあ当たるのは当たるんだよな。心の目使われてたし。あのタイミングだけ絶対に急所ダメだったのに。その後泥かけする予定だったんだから。どうせ催眠術。催眠術。よし。オッケーオッケー。もう負けない。いや、泥かけとかいらんか。いや、いいやいいや。もういけるいける。いや、もういい。とか、ひるませればいいだけだし、ここ。心の目からやってくるってことは。いや、心の目からやってくる時点で、あれ、出たこれ。なぜか当たんないやつ。心の目からやってくる時点で、多分、爆裂パンチ一撃じゃやられないんだよね、もう。うん。てか、普通に勝ったな。てか、頭突きが思った以上にダメージ与えて、ちょっと引いた、今。こんなあんまレベル差ない状態であんなに与える？ 3 分の2ぐらい与えたよね。凄まじい攻撃力でしたね。そして一応爆裂パンチも覚えることができます。爆裂パンチ覚えるポケモン久々じゃない？これ覚えるとさ、あれカビゴンね、なんとかなるからね。最近ほんと長かったからな、カビゴン。ただみかんちゃんをね、滅しましょう。はい。そしたらみかんちゃんね、行こうか。みかんちゃーん。ワンピース好きです。うん。逃しづらいけどね。まあ、知ったかしたけど、ワンピースを逃したことはないですね。ベビードールはよくお風呂屋さん来てるけど、ね、あれいいよね、エッチで。うん。コイル。ダイエットはしよっかな、俺も。俺もっていうか、前回の話の続きか。ダイエットしてそろそろお風呂屋さん行きたいな。いや、ちょっと変わったとこ行きたいんですよね。知ってる人いたらよかったらね。あ、都内ぐらいまでなら、うん、東京、神奈川ぐらいだったらいけるかな。で、ハガネイル、なんか普通に一撃で終わっててあれだな。びっくりするぐらいあっさりだな。さすがに。まあまあまあ。そりゃそうね。コイルも一撃だとは思わなかったな。あー、倒せないか。急所か。急所でこれか。だとしたら思ったより与えなかったな。さすがのハガネイルだ。ドワーフが100年だっけ ?200 年ぐらい。地面にいないといけないんだっけ。地面にいるある岩って硬質化していくのかな。まあ、あれか、マグマのなんちゃらで。最近ドクターストーンを見たから化学かぶれしたくなっちゃったな。みかんかわいいな。やっぱな、最近綺麗めをさ、そう、前まあずっと言ってたオキニが綺麗めだったから、綺麗めよりの可愛い系だったから綺麗め好きだったけど、結局もともと俺ロリ顔好きだからな。みかんかわいいな。じゃあ、メザッパガチャしとこうかな。はい。はい、ということで、メザッパガチャね、行きましょうか。岩か地面だったらめちゃくちゃいいな。うん。この攻撃力を生かしていきたい。特殊技はマジでいらんな。パンチで十分だからね、三色パンチで。お願いだから、効果なしって出てくんないかな。地面一回も出たことないんだよね。いきます。はい。あ、で、雷パンチも覚えさせました。そして素早さが負けている。そっか、素早さ負けんだ。いけ。わ、効果抜群でいいぞ、もう。はい。うお、抜群。え、わ、岩じゃないこれ。岩説ない。電気で倒さない、電気であんなダメージあるかな。いや、でも逆に岩であのダメージも低い気がすんな。いやー、わからん。でも岩か電気か、もう。
合ってるよね。岩電気だよね。岩じゃない。岩めっちゃ良くない？ねえ。まあ、電気だったら雷パンチあるから全然いらないけど。まあ、これは、後のお楽しみかな。岩だったらどうしよっかな。でも威力次第だよね、正直。まあ、地下道のコンパンでわかるんでね、そこで試そうかな。ああ、どうしようかな。でもまあ、最初のやつらでわかんないかな。そこから行くか。そこから行きましょう。はい。はい、そしたら、ここのね、ロケット弾でいつも判明できるので、ギャラドスがメザッパ、抜群の場合ね。岩がいいな。岩だとしたらもう炎タイプが怖くなくなる。怖くなくなるっていうか心配がなくなる。あとリザードも気にしなくてよくなるのすごい嬉しい。まあ正直電磁砲とか雷覚えさせられるけど、特攻低いからね。いやでもその二つに勝るほどの威力は出ないんじゃないか。ああ、抜群だ、岩だ。倒すよね。ええー、いいんじゃないの結構。ギャラドスに半分ってどうなんだろう、わかんねえな。いやー、でも抜群で、でも多分頭突きで同じぐらいな気するよな。四五十か。四五十の岩か、多分。威力がちょっと微妙な気は否めないけど、まあ、しばらく使おうかな。そしたら柳ちゃんから行きましょ。はい。そしたら、長寿ジムね、行きましょうか。ここでさっきのメザパのさ、威力測りたいね。多少上がると思うんだけどな。頭突きと比較すればね、頭突きが、105。うん。行きましょう。パウアウね。等倍、パウアウでは分かんないかな。このパウアウを倒すようなことがあればなかなか強いよ。はい。どう？あ、やって微妙。分かんない。微妙だなー、なんか。いや、どうなんだろう。頭突きどんぐらい与えるんだろうなって感じだよな。ジュゴンで試そう。ジュゴンで、どんぐらいですか。俺が頭突きを過信しすぎてるかな。あー、いやーって、相当弱えんじゃねえか。いやー、弱そうだな。いや、いるか、この技。いらん。このメザッパ、弱えんじゃねえかな。弱い気するよね。てか、頭突き強すぎない？いや、強すぎる。急所感びっくりした。いやー、でも見てください。攻撃力すごいんで。こんなに上がりました。いや、すごいな、ほんと。パワーって。いいね。いや、このメタパワーちょっと使いづらそうだな。いらねえや。うん。頭突きでご利用した方が良さそうね。いや、あとさ、そう、ヘドロ爆弾も覚えるんですよね。こいつなんか知んないけど。妖精なのにヘドロ使わせるんだって感じだけどな。まあ、あとシャドーボールもあるんで、まあ、攻撃力の物理技はね、いっぱいあるんで、楽しんでいきましょうよ。そしたら、あ、もうサクサクすぎるな。もう次、あれか。ラジオ塔か。はい。はい。そしたらライバル戦ね、行きましょうか。ああ、メザパ帰るの忘れてたな。なんか、頭突きが強すぎて、もうずーっと頭突きしてます。雷パンチと炎のパンチはちょっとなー、やっぱあんまり、火力出ないですね。まあ、やっぱ、長所を伸ばす方がいいからね。うん。人っていうのはもう、できないことはしなくていいんだから。へへは。ほら、雷パンチがあっても多分頭突きの方が与えると思ってしまうな。あ、はは一撃なんだよな。等倍で一撃ってのはなかなかすごいと思うんだけどな、この辺で。まあ、ここはさすがにでも炎のパンチかな。さすがに今一つと倍では勝てないでしょう。まあ、雷パンチはマジでもういらんな。シャドーボールとヘドロ爆弾に変えたいけど、大丈夫かそんなに焦って変えて。あ、待って、やる技かな。あ、でもここでメザパが火吹くな。でもまだ素早さ勝ててないね。
30のゴーストに勝てない。はい。どうよ。これで倒せるんだったら、ああ、弱い。絶対弱いわ、これ。ああ。そっか。岩タイプってとこまでは良かったのにな。多分威力50もないね、あれ。55以上欲しかったかな、威力。魂打ち。はい、頭突きね。消し飛ぶんじゃない、ニューラなんて。防御力、紙ほどないもんね。リグだとどっちがないんだろう。こんぐらいきつかった記憶があるニューラには。あー、怪獣対決。ワニとブルドッグね。確実に勝てないと思うけど。ワンチャン倒さないね。はい。ひるまないかな。ひるんでください。あ、ひるんだ。何もできないじゃん、あいつ。呪いで食らったダメージだけでしたね。はい。120いっちゃうんじゃない?攻撃力。いやいや、そんな話じゃなかった。もう128もあった。そんな上がってたっけ?さっきの攻撃力すら覚えてなかったな。はい。そしたら、ライバル、もちょろいと。なんか、だいぶほんと、ずっとちょろいな。はい。まあ、幹部戦ぐらい行っとこうかな。はい。そしたら、幹部戦行きましょうか。まあ、とはいえ、やること一緒なんだよな、もう。なんか、強すぎるポケモンだと、やることね、単調でなんかすいません。話すこともなんかあんまり、ないな。連休だったし。連休だけどずーっと家にいたなぁ。あーでもその前日はあれだわ。店のパソコンぶっ壊しちゃったからね。修理出しに行く雨になったけど。明日、めんどくさいなぁ。画面だけなんか壊れたっぽいから、なんとかデータだけ抜きたいんだけど。他の画面に移してね。これにやれるかわかんないですね。レベルもサクサク上がってさ、48でしょ、今。これ、ちなみに倒せんのかな?この雷パンチで落ちないんだったら、あー、まあ落ちるわ。あ、急所か。わかんないな。知りたい時に急所出されるな。まあ結局、物理技の方が絶対いいよね。まあ四天王も、四天王とこれもうパート3で普通に終わるな。次回でもう四天王とレッドだけでいいかな。まあでも素早さが遅いので、ここで苦戦する敵がいる可能性はあるよ。常にさ、まあ、レッド戦で常に相手が先制取ってくるような状態になった場合、2発でやられちゃったら勝てないからね。まあ今んとこそれだけかな、不安要素は。トーガースね。はい。頭突き、強いな。最後のやっぱ敵によっては破壊光線の方がいいんじゃないかな。さらにピンクのリボンで。あー、ほら。ほらね。いや、しかもこのヘルガーの噛みつくごときであんなに受けるのか。いや、ちょっとやっぱ微妙だよな。倍は受けるような強い技に変わっただけで。うん、やっぱ常に先制を取られるような状態になってしまった場合、やばいな。ただ攻撃力はもう141。凄まじい高さですね。まあ、力でどこまでご利用していけるかはちょっと楽しみ。耐久高い、まあ、HP 高いからあれだけど、防御と特防ね、中間ぐらいだからまあ、2発耐えるぐらいの耐久性があればなんとかなるけどな。まあでもそんなこと言ってもレッド戦以外は余裕そうですね。では、次。はい。そしたらいぶきちゃんね、倒しましょうか。技ちょっといじくってきましたね。やっぱいろいろ覚えると楽しいね。まあもちろん冷凍パンチをね、覚えさせました。まああと、雷パンチもいらなかったので、ああ、メザパもね。あの、岩でめちゃくちゃ喜んだメザパね。全然いらなかったので。まあ別にいいけど、シャドーボールに変えましたね。まあ、一気戦で多分使うんでね。いいね。まああとどうしよっか。爆裂パン、いや。
冷凍パンチはでもさすがにあれで使う、バタル戦で使うので、炎のパンチも俺の嫌いなね、最近すごい苦戦に苦戦を重ねている今日で使うから、今日倒した後ぐらいにヘドロ爆弾に変えようかな。あとやっぱ破壊光線使いてえな俺破壊衝動を抑えられない、デストロイしたいわ。あとはキングドラか。キングドラさんはさすがに一撃無理かな。あのキングドラにどんぐらい与えるんだろう。あーそっか、そうだよね、先制されるよね。これさ大丈夫か、どんぐらい受けんだ、どんぐらい受けるんですか。え、待ってやっぱ思ったより受けんな、これやっぱ敵によってはまずいかもな。うん、いや上等はやっぱちょろいけど、これはねワンチャン怪しい敵いるよ。とりあえず素早さ勝ててないのがね、上等で素早さ勝てないのがなかなか渋い。まあここで急所でも負けるし、相手が勝ち筋がある状態っていうのはちょっとね嫌ですね。はい、さすがのキングドラだった。そっか、ちょっと強いな突進ね。まあ全然いらないな。最後に覚える技突進って悲しいよな。捨て身タックルぐらい覚えてほしいよね。なんかあれだな、思ったより無双できてる感じしなくなってきたな。まあ素早さ遅いのねかね、あだになってきてるけど、まあ、結構多分サクサクいってるんで、ライバル戦まで行ってね、次回四天王とレッドにしようかな。じゃあチャンピオンロード行きます。はい、そしたらチャンピオンロードのねライバル戦、まあ無残に散ってもらえますか。待てよここの待てよ絶対意識してるよな、見た目も完全に全盛期だもんな。この頃のどこだったっけな、まあいっか、34レベルね。もう53になったからな。あ、連続斬り。連続斬りなんか覚えさせてる。攻撃力何段になったか見てなかったな。もうずっとヒロアカ見ながらね、道中は進んでいるんで。うん。いやもうさ、ほんと、ポケモンのさ、初代と銀、クリスタルばっかやってるから、もう道中とかもう飽きちゃってるよね。ああ、一撃。あ、急所ね。すごいですよ。とか、HP も何気に高えからな。はい。156。防御も何気に110あるね。そこそこやるな、やっぱ。鋼タイプがいるから、やっぱまだ炎はな。ヘドロ爆弾いらねえか。関東行った時に、こいつらにやる技ないのもだるいもん。まあ、あとは頭突きを破壊光線にするぐらいですね。暗いな。ああ、先制した。消滅するだろう、もう。こいつの高火力シャドーボールだったら、ゴーストなんかもういなくなるでしょ。そして、なんだっけ？あ、ユンゲラーか。これ先制、まあ先制取れなくてもな。何気にだけどさ、弱点少ないのもいいよね。ノーマル単体ってほんと弱点少ないのいいよな。ありがたいよね。等倍、でも等倍、あ、そっか、まあそっか、耐久性低くても、弱点がないもんね。何回言うんだよって話だけど、本当それだな。これが生きてるな、今更思ったけど。ひるめ。ああ、ひるまない。うん。もう純粋な殴り合いができるもんね。はい。そんな感じで。まあ、ここまでは、まあ、だいぶ楽でしたが、まあ次回ね、まあ四天王もワンチャン厳しいとこあんのかなとも思ったりはしてるけど、まあ四天王と、まあ関東はグリーンからでいいかな。まああとレッド戦、どうなるか、お楽しみにしてくれたら嬉しいと思います。はい、そんな感じで、今回はこの辺で終わろうと思います。いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。